フィギュアスケートの話題がいくつかありますので、まとめて紹介していきたいと思います。いちごプリンさん、どうもありがとうございます。木平梨花選手が、そのままステファンのところにいなかったのは、えー、説明した通り、ただ単に木平選手が、もともとジャンプ指導に定評があったクリケット入りを、えー、希望していて、クリケット行きが決まっていたからですよ。クリケットに行けるように、尽力した仲介者がいるので、 ステファンのところで継続することになったら、えー、尽力をしてくれた仲介者やクリケットに対して誠実さに欠けますから。うん。もともとの予定を遂行しただけです、えー。深い意味はありませんよ。そして、ちなみにクリケットは行きたくても簡単に受け入れてもらえるところではありません。ジェイソンも希望してクリケット入りするまで結構待ちました。あ、そうなんですね。ボーヤンもそうでした。 クリケットは人数に空きが出て、新たに所属希望の選手がいる場合、既に所属している有力選手の許可を取ったりするみたいです。ああ、なるほど、そういうことなんですね。羽生選手が入るときは、ハビーにジェイソンが入るときは、羽生選手に話がいったみたいです。ということで、紀、えー、平選手について。木平選手、今またクリケットに今、練習中ですよね。うん。 きさらぎ24さんどうもありがとうございます。えー、小田信成さんからショート動画で情報がありました。神戸公演からのコラボ、振り付けが宮本賢治先生になったということです。公演中にも出し物が変わったり、振り付けが変わっていくんですね。これは皆さんがおっしゃるように、テレビ放映をまめにしてくれないと、チケット取れない取れた人しか見れなくて、もったいないですね。 ライブビューイングもありますけど、それすら手に入るかどうかということで、うん、いや、ほんともうなんか、ね、いろいろ抽選とかって大変だなと思うんですけど、桜子さんどうもです。かぶくんおはようございます。今日うは退院ですかあ、もうね、実はもうとっくに退院してい,いるんですけど、家に帰ったらゆっくりしてくださいね。神戸のファンタジーも終わってしまいましたね。なんかマスコミも取り上げて取りいないようで、 ネットニュースのスポーツ欄を見ても何もありませんということみたいです。なんだかな。なんか神戸かなり良かったらしいんですけど、あんたなもんか盛り上がってないみたいで、ちょっとなんかね。BS での放送もないし、静岡はちゃんとあるのにな。まあ、行った方のツイ、行った方のが,、えー、が、ツイッターやレポで、えー、様子がわかる動画もいくつか出ているので、よしとしましょう。著作権や何かが絡んでいるのかしら。 僕もね、そう思うんですよね。なんとなく。うん。テレ朝の時はなかったのにな。一応、富士には後日でもいいので、放送してくださいとお願いしておきま、あ、そうなんですね。なるほど。来年からはまたテレ朝の方へ戻してほしいですね。あ、朝から愚痴ってすみませんということで、うん。放送ぐらいはしてほしいなって思いますよね、本当あ、ひろひろさん、すいません。なんか、えー、歌舞伎読んでいただきありがとうございます。でも スピードカーではなく、スピーカー <laughs>、すいません、間違えましたね。あと、フィナーレの位置の件は、羽生くんのが抜けてしまいました。支、え、給、ー、訂正ですということですね。はい、スピーカーということです。スピードカーじゃないですね。うん、氷のリンクにスピードカーったのかと思っちゃいました。美、う、輪、んえーえー、キサラグ24さんです。 三輪、えー、さんが語られていたデイビッド・ウィルソンさんの若かりし頃のお話ですがデイビッドがまだ駆け出しの振付師の頃名古屋スケートセンターに来た、えー、デイビッドが練習時間のことだと思いますが時間を守らないとか怒りんぼですぐ練習に来ないだとかで揉めたとか町子先生が笑い話としておっしゃっていたことを思い出しました。時間にルーツなのは日本基準 がえ厳しいですからねバスや、えー、電発車の、えー、発車時刻が分刻みで予定通りに来ることは驚く海外の人はいますあいや本当その通りですよ。もうねあの日本はもうきっちりしてます。もうはっきり言ってきっちりしてます。宇野くんがいるスイスなんかは多分いろいろ電車とかも送れると思いますよ。空、う、風、んえー、さん、どうもです。横ス失礼します。 2週間ほど前の動画で、日本とベルギーの違いについて、カブさんが解説されている動画があり、ベルギーを含む海外では、列車が時間通りに定時にやってこないことはよくあるそうです。おそらく日本ほど時間に厳しい国はおそらくないと思っています。海外から日本にやってくると、驚愕する方多いようです。いや、その全くその通りですね。うん。本当、あの、来ないどころか、消えることもありますよ。 日本は地震とか災害がない限りあんまり遅れるっていうことはまあ朝の通勤ラッシュとかではあるかと思うんですけどでもかなり謝りますよねうんあの海外では謝んないですねうんエミリーさんです私の感想ではマチコ先生は天才を覚醒させる天才だと思います僕もその通りだと思いますねうんちゃんとやれって教えながらも決して天才のやる気をくじかないですねうんあとなんかこの愛されキャラを作る あの方が肩かなってね、うん思いますね。うん、愛されるようにというかね、うん。エミリーさんも1です。ステファンはキヒラリカちゃんについては、コシロ君やショウマくのように完全にシャンピリーに移籍している子っていう感じじゃなかったと記憶しています。 浜田先生もいるし、リカちゃんがシャンピーデーで調整したいときには、いつでもウェルカムだよ、みたいな感じだったと思います、うん。浜田先生とステファンって結構なんかコネクションがあったような気がするんですよね。その甲子郎くんは、昨日はファンタジー見に行っていたみたいです。ああ、そうなんですね。インスタに写真と感想、英語が載ってて、なんとそこへステファンがコメントしてましたということみたいです。なるほど、ステファンもコメントするんですね。うん。 ステファンのコメントはちょっとびっくりしますが、YM さんです。ありがとうございます。来日されるカラム・スコットさんにぜひとも会いたいと言ってもらって、翔ょくん光栄ですね。彼の曲を使うことで曲を昇華させたと歌ったご本人が認めてくれたってことですもんね。忙しい時期ですので、対面が実現するかは微妙ですが、彼の口からその言葉が聞けただけでもファンは嬉しいですということで。うん。 なんか、大物も引き寄せてしまう、翔ょくんの魅力がね、素敵でございます。えー、熊慶子さん、どうもありがとうございます。えー、かぶくん退院されたのはですね、ここのところ、こちらにお邪魔できずに、追いついていけていないんですが、とにかくお元気で、フィギュアと配信頑張ってください。楽しみにしておりますので、うのわんわんで、またかっこいい練習風景がありましたね。皆さんも、期待、大大大大大ですよね。 今はファンタジー・オン・ワイス一色で盛り上がっていますが、7月に入れば、ショーマさん、シ、え、ョーマさん、ショ、えーマ君、ドリーム・オン・ワイス、えー、プリンス・アイス・ワールド、ザ・アイス、一月の間に何回ショーある。さすがに全公演見に行くつわ、えー、者はいないと思いますが、いたらぜひ挙手をお願いします。えー、欲望でのはこれは違うな。と、尊敬を送らせていただきたい。 えー、ファンとしてはあんな動画を見てしまうといつ何を滑るか興味津々、えー、見たくて仕方ないですよ成長を求める若者たち応援するしかないですよねカブくんも応援してますよもちろんありがとうございますあと、えー、噂のハの羽生さんの演技ステファンの4回転が見たいのですが放送分にあるのかしらということで期待して数日待ちますあとあと皆さんからのメッセージでいろいろ知らないことたくさん知れて 嬉しい楽しいいい楽ですすありがとうございます、まあ、僕もね、まあ、こんな感じで皆様のコメントを紹介していこうかなと思うんですけど、まあ、結構所々知らないこともたくさん出てくるので、勉強になりますね。うん。マリリンさん、どうもありがとうございます。えー、隊員、また新しい体験でしたね。カブ君が話していた制約があった方が良かったのは、素晴らしい気づき、一番の収穫と思います。いや、ほんとその通りです。うん、その通りだと思います。 人ってお金も才能もある、心身ともに転向、何の制約もないとなると、結構何もできないと思います。そこをクリアできたら、何でもできる道は開けると思います。私も25歳から28歳まで、アメリカの西海岸で暮らす。あそうなんですね。僕はアメリカは一度も行ったことないんで、どんな感じか分かんないですが、そうなんですか。 若さだけでお金も英語力もなかったけど、その後の人生の間違いの糧になっています。ええー、そうなんですか。すごいですね。アメリカ、うん、ちょっと行ったことないんですけども、もうん。めいさんです。こんにちは。ええー、羽生選手のダンスの youtube が上がってきたんで見ましたよ。ファンの皆さんが寝技と言っているのが面白いです。日本選手も、えー、倒れ技増えてきましたね。 一つ疑問に思ったんですが、ネイさんやエリア・マリンは、宇野選手とアイスショーでこれから共演しますが、ネイさんは羽生選手のショーには出ないんでしょうかああ、確かに。確かに気になりますね。トップ2人は分けた方がいいのかな。すごい良い影響刺激、刺激になりそうですが、なんか宇野選手って何でもありですねということなんですけど。 確かに姉さん、でも、多分これ、主人公がどっちになっちゃうから分かんないくなっちゃうからかな。うん、ちょっと分かんないです、なぜかは。羽生くんが生き生きできなくなっちゃうからじゃないかな。ちょっと分かんないですけどね。マリニーさん、どうもです。えー、しょうまのトリプルアクセル、シングルオイラートリプルフリップは、実践はプルシェンコ以来、2人目ですよね。もしかして、トリプルフリップが4回転フリップになったら失神ですね。うん。 あの3回転アクセル、オイラーから4回転フリップっていうことですかね、うん、これはやったことあるのかな、<laughs> すごいですね、スターズオンアイスの時姉さん、しょうま君、鍵山んの金銀銅対談の時姉さんが僕たちは切磋琢磨してきた仲間と言っていました、私的には打倒マリニンではなく、みんなでフィギュアスケートを進化していってほし,しいです、57年、58年のフィギュアスケートファンとしてということで。 えそしてワイブさん、あの時の姉さんの言葉って素敵でしたよね。JOC のインタビューでシャ君マもフィギュアは他者と戦うより自分と戦うスポーツとおっしゃっていました。そういう意味で選手同士はライバルではあるけれど、戦友でもあるのかもですね、ということで、うん、その通りだと思いますね。うん。さらかじさん、どうもありがとうございます。おはようございます。日本時間6時間台でですすがにく 強い日差しです。昨日の雨は結局一時的でした。予想最高気温は30度で、ついに30度到達になりそうです。仙台で30度ってことは、かなりこれはすごいことになってますね。退院おめでとうございます。これからもかぶさんのさまざまな活動を応援します。今後とも末永くよろしくお願いいたします。はい。どうも、えー、こちらこそよろしくお願いいたします、うんまあ。ぼちぼちね、やっていこうかなと思うんですけども。 えー、そして YM さんありがとうございます。紀、え、平、ー、選手がシャンピリーにいたので、その今年のフリーの振り付けがステファンで、夏頃に振り付けでスイスに行って、えー、そのままいたんじゃなかった、私の曖昧な記録なんですが、航路なの入国制限で決まっていたクリケットには行けなくなったので、どうするのかなって思っていたら、シャンピリーから楽しそうな映像が送られてきた記録があります。 私はアントのノ・ステファンが振り付けた清塚さんの演奏のピアノ曲での木平さんのプログラムが大好きです。すいません。題名はちょっと覚えていないし、ベビーゴッドブレスユーだったかな、確か。全日本の時は4回転サルコーもトリプルアクセルも決めて素晴らしい演技でした。感動しました。うーん。良かったですよね。 世界選手権ではちょっと残念な演技になってしまってそれが最後になってしまったのが残念です。あの曲が穏やかなんですけどなんか休むところがないで過酷であのなんかもう辛すぎますよとか言ってましたよね全日本の時。その後は怪我で本当に不運続きでしたが五輪も終わってクリケットで再び練習ができてよかったですよね。シャンペンリーのの日々にもも、得る のものたくさんあったと思いますが、彼女はクリケットで練習したんだと思います。うん、僕もそんな感じがしますね。うん。えー、タップダンサーなぎさん、よろしくお願いします。デ平選手については、元々浜田コーチのチームはステファンのクラブで合宿練習などしていたんで、その縁もあったんでしょうね。そう、僕もね、なんとなくそれを感じていましたね。うん。 なんか細田さんとかもね練習していましたから、えー、宮原聡子さんがパイナップルをつまみ食いしているところをカメラに見つかって、スーッと部屋から去っていくシュールな映像なんかもありましたねということなんですね。宮原選手、パイナップルってちょっとなんか、かなりこれはでで、ね、ビ、うん、ューゼーです、えー、木下アカデミーの子たちはよく合宿に行っていましたね。 ステファンの山のところは居心地が良いのか、ホンダマリンさんかなもう海外試合が近いと滑りに行っていました。えー、リンクも使いますしね。次は宮原さんが行くんじゃないかな、えー。選手としてではないけど、ステファンのお手伝いをするそうで嬉しいであっ、ステファンのお手伝いをするんですか、宮原さん。これもまたなんか気になっちゃいますね。景色がもう素晴らしいところですよ、シャンプリーは。うん メイ、えー、さんありがとうございます、えーぜま。前席が取れなかったので、前回 CS 生中継を見ていましたが、神戸は放送がないのかなレポで雰囲気を楽しんでいます。宮本先生が振り付けたのは、羽生くんの横たわりもでしょうか宮本先生、三宅綱君にも崩れ落ちる振り付けをしていたんで気になりました。まあ、最近ね、身体と氷がかなり近づくような選手が増えてきました。うん それが本当に最近の流行りというかアクロバッティクになってきましたね。うん。えっと福藤さんよろしくお願いします。ロシアの都市部の人は内心感いているでしょうね。しかし反発する勇気などないとということで。うん。そうこれはロシアの国民がプーチンを支持してるかしていないかということなんですけども。うん、はいえー、そしてマスミンさんどうもありがとうございます。 えっと、ますみさんからちょっとびっくりしてるコメントいただきました。6月30日頃グランプリシリーズのアサインが決まるのに、各選手なかなかシンプルな発表がありませんね。翔馬くんのは、早々と判明したし、わかる選手については、カブくんチャンネルでコメントがありましたが、各選手が使用する曲が知りたくて、いろいろ検索したけど、なかなか出てきません。カブくんの好きな住吉リオンちゃんは、フリースケーティングで、トーマス・バーガソンの エン,チェンエンチャントレスっていうのエンチャントレスっていう曲なんらしいですね。ちょっとこれ、両粒で探したけど見つからないということですね。なるほど。映画の予告音楽などを作っている人なんで、きっと迫力がある曲なんだろうと思いますということみたいですよ。うん。そしてイ・ヘイン選手はショートで過去ヒ平選手と同じ。あへぇー、ストーム使うんだ。へぇー、すごい面白いですね。 久々に誰か使用するのかなと思っていた、声のアランフェスは、ジュニアのクシたイクアあー、くしたさん、クシタさん、ついに、声、うん、のアランフェスを使うみたいですね。河辺選手のショートはビリー・アイリッシュメドレーで、であー、あれですね、すでにファンタジーオンアイスでお披露目になりましたね、ということで。うんでえー、と歌手のビリー・アイリッシュは、最年少でグラミー賞を受賞しました。 なんと11歳の頃からままるるの依存症だったとカミングアウトしていますなんとかの依存症っていうのはこれはわかんないですけど、ドミノ依存症だったかなちょっとわかりませんけども、ね、現在は違うということみたいですね。えー、私は一昔前のアラン・フォーカーの「ファディーズという曲が好きで、ぜひエキシビションで羽生君に滑ってほしかった。羽生君の世界観で見てみたかった。 以前にラジオノマ選手が使用したけど雰囲気は今一つでしたということですね。うん。はい。え、こはくいんさんどうもありがとうございます。かぶ君は雄大に踊れるのが魅力です。え、コンドルのような翼をはためかせるような腕使いが映えますね。え、病室のスペースのギリギリを攻めたキャメルスピンなど、鮮やかに記憶に焼き付きました。力強い演技をありがとうございます。 えー、ジャンプの回転気にされていますが、腹筋と上腕二頭筋あたりの強化ですぐプラス2にできそうに、あ見えます、あそうなんですよ、こ上腕二頭筋を引きたいといい感じですかね。なるほど、ありがとうございます。あの、ちょっと、あのね、どうしようかなと思ってたんで、うん。ゆうのややさんです。かぶさん、森山直太郎さんですが、ゆずを予想していたんですけど、違いました。 またパーソナルベスト更新おめでとうございますいやありがとうございます。嬉しかったですねもう自己満ですようん。ユーチューバーピンクちゃんさんどうもです、えー、一人暮らしたと食,食事作りたくないってこともしばしば日本ではわた,の食たたわたびの宅食があり冷凍のおかずを箱で宅配便してくれるので冷凍保存してレンジでチンして食べたりもします ベルギーじゃないのかなあると思うんですけど、なんかあんまりあの冷凍食品買わないですね。うん。えー、まあでも多分あるんじゃないかな。うん。そんなサービスは私はこの頃毎日不明な熱が続いてるんで、YouTube 見ながらベッドに寝転んで、森永のベルギーチョコアイスバーをよく食べてます。ベルギーチョコ美味しくて気持ちいいということで。うん。はい。まあ、不明熱ってちょっと心配ですね。はい。ちょ、ちょっと申し訳ないで、ね。 えっと、はい。えー、空海さん、ありがとうございます。えー、こんばんは。フ、え、リーもお疲れ様でした。短期間かつ、さまざまな制約がある中で、ここまで表現豊かな試合、作品に仕上げてしまうなんてすごいです。えー、とにかく感動しました。2回目、3回目の挑戦も楽しみにしています。まあ、あの、ちょっと回転不足がこう多かったんで、まあ、それをちょっとこう、どうしようかなと、ね、うん。 フリーの選曲はショートの昭和歌謡曲からガラッと変えて平和の合唱曲にジャンルを大きく変えてきましたね。しかも長時間虹が見えた日、5月29日の、あ、5月29日でしたね。僕日付を忘れてましたけど、の動画のコメント欄に私が何気なくコメントした内容がこうして形になっていて、びっくりしたのと同士に感動してしま、感動しました。いやー、僕ね、あのー、これだったかな、コメント見て、 虹この曲にしようかなってもうすぐ決めましたね。うん、もうなんかああと思ってもうその瞬間決めた感じです。本当にありがとうございます。心が動かされました。この日見えた虹はカブさんへのお見舞いと早く元気になってねというメッセージだったと思っていました。それから3週間が経ちフリーのお披露目の時を迎え元気になって真剣勝負に演技できるまでになりましたね。あの日の虹もきっと喜んでいると思います。いやあもうびっくりですね。 もういろんな、なんか、ことがあってね。うん。いやー、ほんと、なんか、ちょっとね、切なくなってきました、ね、自分でねか。うん。はい。えー、そして、エミリーさん、どうもありがとうございます。なんか始まるみたいですよ、ということみたいです。JOC が YouTube で何か配信ですかね。まあ、何でもいいのですが、しょうまくんが高木みほちゃんと、ノルディック複合の渡部さんと、渡部さんかな渡部さんとおしゃべりしているやん。 キラしラうまくんですが、私服で、この中に着ているシャツはファンの方が送ったので、着てくれ着てくれるって喜んでおられたもんですねということみたいですよ。うん、なんか始まるらしいですよ。えー、桜子さんどうもありがとうございます。えー、かぶくん隊員おめでとうございます。かぶくんが入院すると聞いたとき、えっと思いました。 夜の病院の怖い体験に食事といろんなことがありましたが、貴重な体験をしたと思います。神戸でのファンタジーも終わって、今日は週8名。会場で見られた方、ライブビューイングに行かれた方、あまりの衝撃の強さで、ポワンとしている人も多いのではないでしょうか。ツイッターやレポ、動画を見ている私でさえも深い深い沼に落ちてしまったのに、実際に行かれた方はなおさらですね。 今日友達に羽生選手の衣装を動画で見せてあげたらかっこいい男の色気ムンムンだねと言っていましたえ静岡エコパでのファンタジーに参戦そして7月は羽生結弦展と続きますがその後はどう,などうなりますやらまた情報や様子が途絶えるのでしょうねそしたらまた羽生砂漠に突,え突入しなければいけませんということでうん そうなんですよ。だからそうそしたらだから今のうちに楽しんでおく必要があるんですよね。うん。後部洋子さんありがとうございます。えー、カブ君こんばんは。夕食の片付けが終わった後です。えー、ベルギー病院、えー、病院杯陸上フィギュアスケート選手権お疲れ様でした。えー、今回も、えー、素敵で楽しませてもらいました。もう退院してお家かな。うん。 もう結構ね、タイムラグがあるんですよ。で、いろいろ、あのね、のの動画結構残ってるんで、まあ、ちょこちょこ、まだあの、それを載せていこうかなと思うんですけど、ちょっとね、YouTube の方がね、2日ぐらい先にあの遅れてる感じですね、はいえー。退院後は無理せずにマイペースでやってください。ちなみに、明日はなんと姑が友達と1泊で温泉に行きます。あ、よかったですね。でも1泊だけか。<laughs> 一泊 一泊だけってね、ちょっとね、もうちょっと行ってきってほしいですね。うん。どうすなら、ね、一年ぐらいは行ってほしいなって、でも僕はちょっと思っちゃうんですけどね。うん。一泊だけか。うん。ちょっとあれですね。はい。そう、いろいろあった、いろいろあったんですよね。隣の市なので、昼から行って、午前中に帰ってくるけど、嬉しい。本音が出ました、失礼。ということで。いやもう、あのね、いや、本当はね、もうストレスたまると思うんで、もう僕は一泊だけやったら足りないなってちょっと思っちゃいますね。 Hmm.